この人とね、ちゃんとボイスで話すのは初めてなんで、どう料理しようかな。すごいポテンシャルが高い人なんでね。こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい。ひらひらゆらゆら、こんばんは。学バナ、ひらぎです。ぷーちゃん、フォロワー500人、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ひーくんが来てくれました。来ちゃいました。いや、ひーくんね、話すの初めてだよね。そうそうそう。もうあんまり俺も、なんか、とつましとか、参加する方じゃないから、結構ね、喋ったことない人いっぱいいるんだけど、あ、そうなんだ。そうそうそう、今日はね、プーちゃんがどうしても来てほしいって言うから。そうそうそう。ちなみに、ひーくんと僕の出会いって覚えてる？ 覚えてるよ。だってまだ結構最 近だもん。そうなんだよね。そう、まあ2週間くらい前かな、多分。そう、なんか、俺が、ちょっと詳しくは覚えてないんだけど、カラビに来てよみたいなタグのツイートをしてた時に、まあ、その頃まだ相互フォローでも、まあ、お互いフォローしてなかったんだけど、そうだね。急にプーちゃんから、なんか、大根の時から気になってました。変なことしてくださいって来て、おお、なんか変なやべえ犬に絡まれたやと思っべえて、犬？そんなこと思ってたの？ひーくん。やべえ犬に絡まれたなと思って、とりあえずフォローして、終わった。だってさ、あれも、1ヶ月ぐらい前かな。ひーくんってちょいちょい、TL で見てたの？僕、ツリーで。ああ、なるほど。多あり分、がてえ。Q ちゃんつながりかな？ああ、そうだね。そこらへんね。でね、そう、一時顎がすごい伸びてたのよ。大根のね。そうなんだよね。ちょっといろいろあって。で、それ覗いた時に大根だって言われてたから、あ、大根の人だ。色合いもね、大根っぽかったから。そうかな。僕に言ってほしいセリフって持ってきた？一応持ってきたよ。お、みんなちょっと忘ちゃんれとかしけててんたの？けど。プーちゃんの、超かわいいセリフまで。3、2、1、9。ご主人様、僕寂しいワン。もっと構ってほしいワン、ワン、ワン。よし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 。あーしよしよし。あーしよしよし。ありがごめんない。といつも構ってるんだけど、ごめんない。よしよし。愛ほしい。合おう。ー。えい。ほい。二人幸わー、これせは隣同士、あ死んなだたな。と私僕が言っだといて、レバーが、もん。ああ、なんでこれ選んだの、僕。いいよ。いいよ。何が？あひーるくん、真んね。中担当ね。手帳を開くとよし、任せろ。ここに担そいれに挟だまれるの、ちょっと無理。やらか見てみる実か、感俺すたるち。ね。なんだか照れたりするね。そういやひどあいれにこやとらもれるされな。たそのし、微妙な隙今間後にも挟まれ夢たくない。中身がいっぱい詰まっあ、やた甘だい甘ー。え？いものです。イェイ！泣き泣楽しきそう。の一日これや、あれだ死ぬわ。とかあるんだ涙ね。がかき穴わはす。捨てれないだって多いんだもん。笑顔怖咲い。く聞け。君と怖出い。早いな。会ってたい。動けないわ、なん星か。屋の向動こけないことうない。に見えたるぶん糸がも伸びのきってがある。るなら愛本し合当？ああ！う歌あり。準備してきたやついきたいと思います。幸せの空、プ遠レいゼン星ト、あ俺なといたえと、ば、私さ絵くですらんね。絵だね。ぼ。というわけで、ふーちゃん帰ってきました。はい。ごめんなさい。ほごら、めんこなのさい。場所を愛を感いやー、マジじ、か。開けたものはもちろ捨て身で撮ってくる、あん、全れ。力のああ、愛黒だったら撮でれるかもしす。れん。やそうだな。わかい同もじ色んだっだたら。よね。今日の作業負け、思いがけなく歴史は、さらに深いけれど、一足でも欠けてたら、とんでもなく足りない、足りない、二人の絆、笑顔咲く、俺たちの動きは完君璧だっとたはずなのに。笑何いが起きやたがの？て、もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う歌おお、あり、この絆。
まったく一発は一発だからね。僕は根に持つタイプなんだ。うぐやつボディ叩き。なるほどね。なんか思うよ。ボディを叩く。なんでわかんないよ。あー出てこい。ほらすごいすごいよこれ。楽しいこれ楽しいよこれ。俺で見ないよメイン。メイン直ったんだメイン。こっちだよこっちだよメイン。そうだよ。もう一回を咲くメイン。もうメインと抱き合えて。何の現状変わってないから元気ないよ。顔出てないんじゃねえのこれ。あっつー。 Thank you。 あざっ。 Thank you。 Oh Thank you so much。 俺が無限。 Thank you。 これが無限の力だ。俺たちは何度でも蘇るぞ。I'm tired。 どれだ？なんでそんな疲れてんの？これは？ What？ スタミナつきそうだ。どう回復した？スタミナ。 No Thank you。 このカメ殺せないよ。可愛くね。あの後ろ向いてた青いちゃん。やるの？やるわけない。かわいそうじゃない。やらないよね。そうだよね。なんかドスって聞こえたけど。やばい、ピー君がショックで。じゃあな。あ、何やってんだ。お互いのいいところを10個ずつ言ってほしいです。10個？いえー、いい君はマイペースなところが非常にいいと思います。やっぱり犬は引っ張りたがりなんです。あ、そうだな。やっぱ一発目出てきたのは優しい。次はね、まあやっぱりこれは来るんだ。かわいい。ブリッコはやめてほしい。いつしたんだ俺ブリッコ。センターのフィークも十分かわいい。絵がうまい。絵が芸術的。ボリ感が近い。褒めてる褒めてる褒めてる。うん、慣れ慣れしいくらいがちょうどいいんすよ正直なところ。うん、俺はそっちの方がやりやすいね。僕も言われてたけど、なんだかんだいろいろやってくれるからキー君のところ気になる。基本的に何言っても大丈夫だから。死ねとか殺すとか言われたらさすがにってなるけど、うん、そういうのじゃなければ大丈夫なんでね。はい、何の人も早い。おっマジ？俺がゴロゴロしてる間にできたりする。なんだかんだ言って気を使わない。褒めてる。めっちゃ褒めてる。褒めてる。そう、気使わないで来てくれるから、すごい僕もグイグイいけるっていうのがある。ズバズバ懐入り込んでいった方が仲良くなるのも早いし楽だな。そうそう、頼りになる。そこにいるだけで安心感ありますね。なるほど。はい、ということでダイジェストいかがだったでしょうか。本当にね、あの2人でいろんなことをやってきまして、おかげさまでね、毎日楽しく、過ごさせていただいております。
これからもね、アイドルの俺でよければ仲良くしてくれると嬉しいです。誕生日おめでとう、愛してるぜ。まあ隣同士あなたと私さくらんぼ。